どうも、大悟です。今回はですね、天才に見える、話し方と、いうことでお送りしたいと思います。天才に見える話し方。まあ、天才まで言うとあれですけど、わ、この人一味違うなとか、人から一目置かれるような、人間になるにはどういうふうに喋ればいいのかって話をですね、今日はしたいというふうに思います。これ結構簡単なんですよ。で、僕もですね、それでやっぱり練習したんですけど、やっぱりね、やっぱ頭よく見えますね、こうすると、明らかに。まあ、実際に頭も良くしないといけないんですけどね。勉強とかしたりとか、努力しないといけないんですけども、まずはですね、見た目から入るってのも大事だったので、ぜひですね、やってみてください。で、今回のですね、研究はですね、その話し方の研究なんですが、普段からですね、このチャンネルでは様々な心理学のですね、論文やですね、研究から皆さんの人生に役に立つ知識をご紹介しようというチャンネルになってますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで、今回ですね、いわゆるこうカリスマ的に頭が良さそうに見える人とか、カリスマに見える人いるじゃないですか。うわ、この人半端ねーみたいな人いますよね、時々。こういう人に見えるようになるにはどうすればいいのって話なんですけど、これ一番簡単なテクニックは何かっていうとですね、即答です。はい、実は僕らって相手の頭の良さをですね、ちゃんと測れてないんですよ。だから実際の頭の良さ、知能とかそういうものよりも即答がどれぐらいできるか、質問された時にパッてですね、どれぐらい速いスピードで答えられるかだけで、僕らは相手のですね、頭の良さ、もっと言うとカリスマ性みたいなのが判断してるってことが分かりましたってですね、クイーンズランド大学の、研究がですね、今日の、テーマになります。417名のですね、学生を対象に行った研究で、いわゆるですね、こう人、他人から一目置かれるようなカリスマ性があるような人って、何が一番違うのかってことを調べた研究なんですね。だから全員に IQ テストとか性格テストを行って、でですね、その後ですね、即答のスピード、まあ、メンタルスピードというふうに言うんですけど、メンタルスピード、これですね、物事に答えるスピードの速さっていうのを、計測したんですね。で、これで、どういうものがですね、人間のですね、カリスマ性、まあ、カリスマに見える人間を作り出すのかということを調べたんですね。まあ、これ、メンタルスピードテストっていうのは、メンタルスピードテストっていうのはどんなものかっていうと、すごい簡単で、一般常識のクイズですね。例えば、何でもいいです。野菜の名前をたくさん挙げてくださいとかでもいいし、宝石の名前をたくさん挙げてくださいとかでもいいし、何でもいいです。山手線の名前とかでも何でもいいんですけど、これ一般常識のですね、クイズを出したりだとか、パズルを解いてもらったりとかして、全員のですね、こう回答スピード、そういうもう頭の中で思い出したりとかパズルを解いたりとかするって、そういうスピードですね。で、そういう答えるスピードっていうのを測定したんですよ。で、その参加者のですね、友人とかをですね、集めて協力してもらって、全員のですね、カリスマ度っていうのをですね、調べるわけですね。つまり、性格テストとか、まあ、そういう様々な心理テスト、プラス、IQ テスト。で、さらに、そのメンタルスピードテスト、つまり答えるスピードですね。答えたり物事を解いたりするスピードですね。で、こういったものを測って、どういうスコアが高い人たちがカリスマに見えるのかってことを調べたんですよ。ただ結果が面白くて、とにかくですね、質問とか問題に、即答してる人、なるべく早く答えてる人ほどカリスマ性が高いっていうふうに周りから評価されてたんですね。で、これ面白いことに、IQ の高さと、カリスマ性の高さっていうのは関係がなかったんですよ。で、さらに、性格の良さとか性格の特性とカリスマ性っていうのは関係がなかったんですよ。つまり何が言えるかっていうと、僕らって性格とか頭の良さで、あの人すごいとか、なんかカリスマ的だってふうにですね、思ってるように見えるんですが、実際はそんなことはなくて、頭の良さはいらないし、性格も関係なかったんですよ。いわゆるですね、簡単な質問とか周りが来る質問だったりとか、そういったですね、目の前にあるですね、小さな問題とかになるべく素早く答えるっていうのがポイントだったんですよね。そう。だからとにかく相手から何か言われた時とか、質問された時に、素早くですね、答えを返してあげれば、それだけでですね、相手からいや、この人半端ねえっていう風にですね、思われるっていうですね、現象がこれなんですよ。これなかなか面白いんですよね。まあ、これまあメンタルスピードが速い人は、結局カリスマ性が高く見える人は頭よく見えるっていう風にですね、ことが分かりましたっていう研究なんですよね。で、これ実際に頭がいいかどうかは別ですよ。返答速度が速ければ、他人からは頭よく見えるって話なんです。で、これはいわゆる頭の良さとは関係ないよって話だったんで、ぜひですね、皆さんも即答の技術っていうのを鍛えてあげると頭よく見えると思うんで、ぜひ、やってみて、ください。で、即答のですね、技術を高めるための方法っていろいろあるんですけど、僕のおすすめしてるのはオーディオブックとか聞くとかですかね。オーディオブックとか聞いて、文章を頭に入れちゃって即答するようにするとか、あれなるべく他人にですね、自分の、まあ、専門知識でもいいし、覚えたこととか勉強したことを見て話すようにして、アウトプットする能力というのを鍛えてあげるとですね、やっぱり全然、周りからの扱いが変わってきますので、ぜひですね、即答力っていうのをですね、皆さん鍛えていただければよろしいかなというふうに思いますので、ぜひ、試してみてください。まあ、即答力を鍛えるためにはやっぱりですね、勉強の仕方っていうのもすごく大事になってくるんですけど、まあ、今日一応おすすめの本として僕の本なんですが、超効率勉強法一応番組の説明欄の方に入れておきますね。やっぱり勉強ってね、インプットじゃなくてアウトプットなんですよ。だからこのカリスマ性が高い人っていうのは実際に頭も良くなってくんです、後から。なんでかっていうと、たくさん相手にアウトプットすることによって、僕らってこう自分の言葉で説明するときに初めて頭に入るんですよ。インプットで頭に入らないんですよ。だからこういう正しい勉強法を行ってる人っていうのはですね、なんか必然的にアウトプットが多くなるので、そのせいで頭がやっぱ良くなってくるんで、ぜひですね、勉強の方も参考にしていただければなというふうに思います。はい。
で、こういうですね、今言えば即答性を高めましょうって話をしたんですけど、実はこの初対面とか最初の会話の時に、わ、この人半端ねえなんてすごいなっていうふうにですね、思われると、その効果ってかなり続くんですよ。3ヶ月とか半年とかですね、やっぱり初対面の時の印象ってやっぱ覆らないんですよ。もっと長い場合もあるんですけど、初対面力との鍛えておくと、やっぱり人間関係ってすごく楽になるんですが、一番最初のイメージが、やっぱりなかなか変わらないんですよ。だから僕も今なんかもね、もう海外とか来た時ぐらいしかですね、フォーク曲げたりとかですね、パフォーマンスなんかしないんですけど、海外来るとね、盛り上がるし仲良くなれるから、日本ではほぼやらないんですけど、やっぱりパフォーマンスやってるイメージが強いんですよ。なんでかというと、第一印象がそうだったからなんですよね。だから結構、一回自分が作った第一印象を変えるのってかなり難しいんで、第一印象をカチッと作っておけば、あとはですね、どうとでもなるわけですよ。というわけで、じゃあそうするとですね、皆さん、でも第一印象ってなかなかね、ね、自分は良くないからとか、第一印象の作り方なんて分かんないよと思う人いると思うんで、今日はですね、第一印象の作り方を続きの動画で解説したいと思います。今日の続きの動画はですね、初対面力を高めるためのカリスマ研究に学ぶ第一印象の鍛え方ということですね、ご紹介しております。第一印象で鍛えられるんですよ。で、正しく第一印象を作ることができれば人間関係がぐっと楽になるので、ぜひですね、チェックしてみてください。というわけで、続きの動画は番組の説明欄、またはコメント欄の方からご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。